ありがとうございます。ありがとうございます。今日は第10項85ページです。夕べになりて弟子たち海に下り、船に乗り海を渡りてカペナウムに行かんとす。すでに暗くなりたのにイエス未だ来たりたまわず、大風吹きて海やに荒れいず、かくて40〜50丁漕ぎ弟子にイエスの海の上を歩み、船に近づきたもを見れば恐れたれば、イエス言いたも、我なり恐るな。すなわちイエスを船に喜び迎えしに、船は直ちに、行かんとする地につけると。イエス・キリストはですね、素晴らしい海の上を歩いてくられたんですね。ここにイエス・キリストが言葉の力によって波を沈めたものだということがはっきり書かれてありませんけれども、他の福音書には大風吹きて波荒く船が覆って沈もうとしているときに弟子たちが驚いて叫び声を上げた、するとイエスが言葉によって波を叱咤して波を沈めたものだということが書かれております。それと多分同じ場所のことがここに書かれているらしいのですが、多少内容が異なっているのであります。この時にはイエスが海の上を歩いて船に近づきたもうた、そんなことが本当にできるかしらという人があるかもしれませんが、これと同じ話が仏教の方にもある。ダルマ大使が足の歯の船に乗って歩いたというふうなことが仏典にある。面白いことですね。海の上を歩くなんてことはちょっと現代の科学では考えられないけども、そういうことが聖書にも書いてあるし仏典にも書いてある。仏教ではですね、人足通といって神様の足の通、これは人足通って言ってね、とこれを言っております。駅の行者も空中飛行をしたと言われています。こういうことは霊界のある種の霊を駆使する場合にはできることであります。ここに書いてあるね。この三次元のね、この世界でなくてね、その霊界のね、我々が目に見えない霊のね、霊をね、こう使った場合にできる。これは谷口先生が、お話聞いてね、僕も先生が直接お話をされたことあります。こんなことはそう難しいことじゃないよってさっと言われて僕はびっくりしちゃったのね。例えば海の上をね、イエスが歩いたときに、こう下からね、霊がね、霊ってのは目に見えないんだからね、目に見えない霊がこう下からイエスを支えてるんだよってこう言われたんですね。だから不思議な成長の上でも奇跡が随分起こるんですね。そういうのはこう例えば自動車に敷かれてもね、本当は死ぬべき運命にあった人がそこで助かる場合があるでしょ。ここを敷かれてちゃんと跡が残ってるのにテロッとしてるね。そういうのは霊がこう上にこうちゃんと自動車を支えてるんだとこうね、通るときにちょっとこう支えてるんだと、そういうご説明をくださるとなんか分かるような気がするんですね。そうでなかったら分からない。だから皆さんもね、やっぱり観音の方を読んでね、いつもこう霊の守護を受けるようにしておかないといけない。そうすると不思議なことが起こってくるね。だから自動車に轢かれて死ぬ一つのこうちゃんとそういうふうに業としては、まあ、死ぬように決まってたんでしょうね。そこで神様の救いがあって霊が守護霊がそこでちゃんとこう我々を助けてくれるということになるわけね。だからもう成長の世の奇跡とかキリストの行われた奇跡っていうのはそういうことがたくさんあるからね、目に見えないところでね、そういう主語があるからわからないんですよ。で我々が先祖を礼拝しといたらね、先祖を一生懸命こう供養するとですね、ちょっと前にも観音の方の講義の時に申し上げましたように、今までって迷った霊が主語の霊になると書いてあったでしょ。迷ってね、もう自分が迷って自分に害をしとった霊が今度は逆に自分たちを守る霊になると書いてあるね。これが非常に大きなことなんです。だから先祖供養をすることによって人間の運命が良くなるっていうことは、そういうことがあるんですね。それとまた皆さんがね、役目に就くとね、成長の絵のようなこういう、何も成長の絵に限ったことありませんけども、こういう神様がこの地上に人類を救うために起こされた宗教ですね。こういう宗教の正しい宗教です。もちろん変な間違った宗教はダメですけどね。正しい宗教の役員になってですね。そして、
その自分がそのお役目を、神様のお役目をさせていただくとね、これはまた不思議なことが起こるんですね。そうするとこの宗教を始められた霊界、神様のね、これは宗教ってのは後に書いてありますけどね、ここに書いてあるね、78ページのところの真ん中をご覧いただいて、大体宗教というものは現実世界の人間が計画してこしらえたものではない、人類を救いたいという他界における高級霊が適当な媒介になる人間を探し出して、それに啓示を与え、その人間と共同作業をして人類を救おうとするものでありますからと書いてあるでしょ。はっきりそういうふうに書いてあるんです。だからね、そういうその宗教がね、人間を神様霊界でね、神様がその人間界を救おうとして、霊界からもそのそういう共同した方が助けてくださる。そうするとね、我々でもこう宗教の役員になるとね、皆さんが総会会したりね、白旗会したりね、いろんなそういう運動をされ、青年会したりして運動されるとね、それちゃんとね、宗教の方のこの霊界において我々を運動を助けてくださっている高級霊の方が、役員の方にはいつもこうつくんですよ。そして守ってくれるんです。これは不思議なことがあるんですね。だからね、あの人間でもね、そのそういうね、なんかこう宗教的なね、あの一つの役に就くとね、その人のね、顔つきまで変わってくるっていうことがあるんですね。非常にこうね、今まで見られなかったようなその人のいいところが出てくるような感じがするんですね。それは守ってくださるからです。だから僕はね、あのよく言うんですよ、役員になったら忙しくてもうやめだ、嫌だよなんて人あるからね、やめなさい、構わんよ、しかし守護霊がなくなるよって言ってねこれ脅かすわけじゃないんだけどね、それは守護霊がその、働かなくなるよって言って、まあ、冗談のように言うんだけどね。だからこういう仕事をね、成長の絵のような、こういう人類を救うような運動の仕事をですね、手伝ってくださってると、忙しくて損のようだけれども、そうじゃなくて目に見えないところで我々を導いてくださるから、もう目に見えないところで非常にね、その人が救われるんですよ。私なんかもそうじゃなかったら救われないようなことがたくさんあったわけですね。やっぱり満州時代でも一生懸命で青年会の運動をして、もう成長ない成長ないって、もう気違いみたいになってね、カッカッカッカやっとったでしょ。だからやっぱり終戦直後にもう危なかったところを救われたんでもね、自分で今考えてみたら、どうしてこう救われたかと思いにこう救われてきてるんですね。やっぱり守ってくださったんじゃないかと。もうそれ以外に何もない、自分の力でこう生き延びて帰ってきたなんて、とても考えられないんですね。だから皆さんもね、だから聖使命菩薩三言の中にも書いてあるでしょう。もうちゃんとね。だから私はよく言うんですよ、聖使命会員になったり、成長の絵の運動を助ける人は、神様とアンテナ引いてるようなもんだって。もうこれ冗談でも何でもないんですよ。金よけ出したらね、針金のアンテナなんて、あれは冗談だけどね少なかったら髪の毛ぐらいだなんて言うけど、あれはまあね、ちょっとこう例え話でね、よけ出せば針金になって心配ないなんて言うんです。それはね、どういう意味かっていうと、お金を高じゃないんです。この運動を助けようっていう気持ちがね、お金をよけ出してくださる方っていうのは、その気持ちがよけあるから出してくださるんでしょ。だから神様から救われるアンテナも、神様とのアンテナも大きいってことなんです。私はね、金の高じゃないんですよ。お金をたくさん出せる人っていうの、出すっていう人は、ああ、この運動をなんとかして助けたいっていう気持ちがあるから受け出すんでしょ。なかったら出しませんよね。だからそういう人はやっぱり、こう、霊界からの余計救いがあるっていうことを、まあ、申し上げるわけでね。何よ、だから冗談のように言うんだけども、本当にそういうことは深く考えたら間違いないんですよね。だからここに書いてありますね、こういうことは霊界のある種の霊を駆使する場合にはできることであります。それは一見現代の物理学の法則に反するように見えますけれども、現代の物理学は三次元空間の世界に展開するエネルギーの問題だけを取り扱っているのであります。四次元以上の世界からあるエネルギーが加わって沈もうとするイエスの足を支えたと書いてあるでしょ。波の上を歩いてもまた歩いても沈まないのは当然のことであります。先生は当然のことだと書いてあるでしょう。こういうところが素晴らしいね。それは決して物理学の法則に反しているのではない、別の法則がイエスやダルマや駅の行者を支えているのであります。ですからこういうふうに考えたらね、非常に我々はこの霊界っていうものをね、霊の世界も大切なんですね。それでここで、まあ、先生がこの次に例を挙げてらっしゃるけれども、かつて大分県の宇佐で、
成長の絵の支部をしておられた人で、高田亀一さんという人がありました。その人が私にある日こんな実話を話になりました。熊本のどっかのお寺に修行していた一人の男が、修行によって霊感を得た。そして霊の導きの間に間に柳の木の細い枝に登った。普通なら柳の枝みたいな細い枝に登ったら折れるのですが、それがちょっとも折れない。普通の重力の法則だけなら枝が折れてしまうはずなのに折れない。それから地面に降りるときには体が枝を離れてもずっと落ちないのであって、ふわふわとしてガス体の上を歩むようになって地面に近づいてきて、ふわりと降りる。不思議なこともあるもんだと実際にそれを目撃したお話にしてお話になったのであります。まあこういうこともあるんですね。ふわーっと降りる。我々が降りたらドシーンと降りて足を折ってしまうってね。そういう普通の人間だったら足を折るようなところでもふわっと降りるんですね。そういうふうになってくるわけです。重力とは一体何であるかという問題は物理学ではまだ解決していないのであります。こういうふうに重力って何か万有引力があるって、全てのものが引っ張り合う力があるなんていうことは言われてるけれども、それ何だろうかっていうとわからないんですね。これ万有引力にと名称を伏せられても万有引力の本体は何であるかは物理学ではまだわからないのであります。我々の哲学においては、重力も万有引力も要するに宇宙意識の念の力の中に、念の中にある、宇宙意識の念の中にあるのであります。本来空間という物質を入れる容器みたいなものがあるのではない。空間は認識の形式として念の中にあるのであります。ここが難しいところですね。ちょうど目をつぶって夢の中で広がりの世界を描いているようなものである。その目をつぶっているのが人間ではなく神という非物質的な霊であって、その霊の意識の中に描かれたのが空間であります。から空間相互の間に働く重力とか万有引力とかいうものも、要するに念の中、思いの中、心の中にあるんですね、にあるのであります。だからその念を破ってしまうというと語弊があるが、超越してしまうとか異なる念の世界に住むとかいうことになりますならば、重力の法則を超越できるはずであるということがわかるのであります。これはね、なかなか悟りっていうのとまた違うんですね。だから皆さん、こういうね、海の上を歩いたり不思議なことができたら、その人の信仰が高いかっていうのはまた別ですよ。だからそれは知らない、気をつけなきゃいけないね。そんなことしようと思って海の上から歩いてみたってしょうがないんだからね。海の上とずっと歩いたかって、人を一人も救えなかったら何もならんでしょ。個人指導もできない人のね、それで風景化ばっかりしてるんで、これ話にならんですからね。海の上を歩くとか、そういう奇跡を起こすということとね、本当に宗教運動するということはまた別なんですよ。だから私もこういう話を最初読んだら、もうやってみとってね一つ海の上でも歩いてみようかと思ったけど、何もやっても歩きやせんですからね、沈むばっかですよ。ああ、これは私は霊力がないのかなと思って思ったりね、真相感したら何か美しいものは見やせんかと思って、こう一生懸命見ようと思うけど何も見えん、ぼーっと明るいぐらいのことが関根山でね、まあろくでもないものが思い浮かんでくる真相感しとっていいことが思えんけども嫌なことが浮かんできたりね、それは潜在意識が出てくるんですよね。ああいう時にもこれは私はダメかと思ったことがありますね。そうじゃないんです。それだから谷井先生は真相観の時でも雑念があってそのままでいいんですよってことを書いてあるでしょ。あれ大事なんですよ。真相観してもね、じーっと一生懸命精神統一しとんのにね、いらんことが思い浮かんできてね、困るんですから、真相観はやってもつまらんじゃないでしょうかって人あるけどね、雑念があってもね、そんなのほっときなさいって言う。自分は自分で別にね、統一して精神を神様に向ければいいんだと。雑念が浮かんでしょうがないんですから、それは生きてる証拠ですよって先生言われる。本当に雑念を迎えにしてるのは死んだらいいでしょうって。もう何にも思わないってことは死ぬことみたいなもんなんですね。だからこの一つの心の方向を神様の方に振り向けとると、他でガチャ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 ちょっとしたこと言っとるけども、自分がこっちの方に、神の方に振り向けとればいいんですよ、心底がね。そういう気持ちになったらとても心底が楽なの。雑念のままでいいっていうことに気がついた時に、僕はもう心底がとっても楽になったのね。それまでもう一生懸命で真相感を知っていると、いろんなことを思い浮かぶ
それをくるっちゃこがたっと思って大阪へ、そまた思い浮かぶ。そればっかり30分経ってしまうね。神様のことが言っちゃってるでしょ。そういう真相感してるとまあくたびれるですよ、真相感が。ああ雑念、そらいい。それからまた変なのが浮かんできて、尺に去ったのがよく浮かんできますよ。でその時にいる社員だと先生言われる。ちょうど嫌な人が浮かんできたら、ああちょうどいいわ、私はあんた許します、あんた私、私はあんた許します、あんた私許します、こうやるでしょ。そしたらまた今度は僕はね気が楽になって、あまたお次誰か来んかなって思うね。そういう気持ちになるとね、真相感がとても楽になるんです。ですから楽しい気持ちでやらなきゃダメですよ、真相感。いやこれはまた大変だやろうかなんてね。そんな気張ってやったらいけないですよね。だから真相感とかね、こういう重力の問題なんか心の世界って言うんですけどね、こういう念の中にあるっていうのはね、非常にこの、この前ちょっと申しましたけどね、あの我々が一番あの成長の絵で難しい最初のは、物質はないとか現象はないっていうことね、物質なし、これがね一番まあ難しいんですよ最初ね。難しいんです、ないっていうのはね。ところがね、あの谷口先生がやっぱりね、これをはっきり書いておられることはね、もう今皆さんがね、いろんな嫌なことがある、苦しみがある、悩みがある、いろんなことがある、それを徹底的に否定してしまえと書いておられるね先生。否定して、もうそれを徹底して、そんなものは本来ないんだと。なぜかというと、神様はそんな悪いものをお作りにならないんだから、そんなものはないんだとね、徹底的に否定してしまうんですよ。それでね、この否定が完全に行われたならば、皆さんの病気も治るし、運命も変わるし、一切のものが変わるということを書いてあるね。だからこの病気を治そうということは、まだ病気があると思って否定してないわけです。だから病気ありながら病気のない自分をいつも考えなさいって言うでしょ。この現象の世界に嫌なことがあってもね、その嫌なことを何とかしてよくしようと思ったらよくならないんですよ。そういうものは本来ないんだと一遍切ってしまわなきゃ。これが一番難しいんですよね。それが物質なし現象なしなんです。現象なしです。だからね、そのそれをね、物質はないんだっていうことをね徹底し、現象は本来ないんだっていうことを徹底したら、そこにねこの肯定を行われるんですよ。肯定、否定なしの肯定っていうのはいい加減のもんなのね。否定がなくて肯定だから、本当に現象を断ち切って、本来それはないんだという否定がしてしまったら、私は神の子で素晴らしいんだっていうのが出てくるわけ。だからこの否定っていうのをね、ここのところをね通らないで、神の子だけを先肯定しようとするとダメなんですよ。現象あり、嫌なことあるままで神の子だと思うとこれはなかなかうまくいかないんですね。だからまずね、この皆さんが何か問題が起こったらね、こういうこと、悪いことは神様が作らないんだから本来ないんだっていうことをね、まず否定してしまう。これができたらね、もう人生が変わってくるしね、非常に楽になるんです。どんな嫌なことがあり、どんな現象の世界にそういうことがあってもね、それをね、こう、これはね、本来ないんだと。それをないっていうことはどういうことを、どういうふうに考えるか、ちょっと否定ができなかったらね、それは私の心の表れであったというふうに考えることです。同じことなんです。否定するということね。自分の心の現れで迷いが現れとったんだと、神様の世界にはそんなものは本来なかったんだとこう否定してしまう。それが一番大事なんだ。だからそれを否定してしまったらね、そしたらそのああ素晴らしい世界の実があるんだっていうことが分かってくるんですよ。ここのこれをね、これが真相観でね、我今五感の世界を去って実相の世界にいる。ここがこのまま実相の世界でしょ。どんな嫌なものがここに現れとっても、あれ今五感の世界を去って、だから去ったってことはもうないってことですよね。否定してしまう。そして実相の世界、神様の作りたものだ、完全円満な世界にいる。否定の後の肯定があるんですね。だから人間は神の子であるっていうことは、この肉体が自分だと思ってる限り本当はわからないんです。肉体本来ないんだっていうことが分かった時に、神の子であるっていうことが分かってくるんですね。だからこの否定と肯定、だから成長の絵で皆さんが病気の人に向かってね、人を指導するときに、病気はないんですよってこう言ったらいいんです。それは病気っていうものを一遍こう消してしまってね、ほんで人間神の子だっていうことをその上に書き直すといいんですね。
ところが、まあ、例えばこう否定と肯定のこの話、これがもう例えばね、我々が、まあ、病気だ病気だ病気だと思ってますね、まあ、体が弱いとか私は不幸せだとかって思っていながら、病気というのを心に描きながら、私は神の子だ神の子だ病気はないんだってこう書いて、二つ書いたってこれ分かんないでしょ。病気だと思ってる上にまた神の子だ神の子だ思ったってこれ分からないですよ、字がね。だからそういう時に病気があるんだと思ってる、自分が今病気だとか不幸せだとか思ってるのを全部いっぺん消してしまうんですよ。そんなものは神様がお作りにならないんだから本来ないんだと消してしまうね。そして私は神の子だからもう悪いものは一つもないんだと、これを今度は肯定するとね、よく分かる。いっぺん消すことが否定なんです。紙にこう一遍書いといたものの中にもう一遍書こうとするとできないんですね。だから泥水を入れといて、その中に水注いで少しぐらい注いでも、泥水は少し清まるぐらいのことでね、薄まるぐらいのことで変わらないでしょ。一遍それ全部捨ててしまうんです。このね、否定をね、成長の絵入るとね、一番先にやっぱりこの否定に引っかかってね、病気はないっていうことを言わないで、病気はあんたの心の影ですよって言って言うときに、本当は病気はないんだから心の影なんですよとこう言わなきゃいけないね。病気はないんですよ、だから心の影なんですよって言いたけど、ないんですよってことを言うことをやめて、心の影ですよって言うと病気があるような気になってくるんです。そういう指導してると、心がまた変になってくると、また病気になるっていうことを考えてくるんですね。病気はないんですよ、だから心の影なんですよってこういうことになるとね、非常にこう相手の人がね、それをね、それが分かってくるととっても気が楽になるんですけどね。だから病気は本来ないんですよっていうことが入ってくる。それではそこのところ行きましょう。だからこの今のね、その空間のとか認識の形式とか、そういう問題でもね、重力の法則とかいうような問題でもね、今まで考えてたような考え方から見たらね、霊がね、海の中からね、足を支えるなんてことは考えられないんです。今までの常識を一変捨てた時に、霊というものを、そしたら霊というものを認めて、その今言ったようにね、新しい霊が人間を支えるっていう世界が分かるわけですよ。でそういうところをね、まあ、思いながら読んでいただかないと、今度はなかなか重力の法則があるのに、どうして海の上を歩いて落ちないかななんて、そういうふうに今までの重力の法則があって、海の上を歩いたら落ちるもんだと思ってたら、もうそれは結局ダメなんでね、霊というものがあって、それを支えることができるんだっていうことをね、新しい考え方が出てこないわけです。私なんかも最初はこれをもう随分疑ったんですけどね、もう先生のお話を始終聞いてるうちに、本当にそういうことがあり得るんだってことをね、だん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 分からせていただいたわけです。はい、それでその時行きましょう。だからその念を破ってしまう、破ってしまうというと語弊があるが、超越してしまうとか、異なる念の世界に住むとかいうことになります。すれば重力の法則を超越できるはずであるということが分かるのであります。また他界の霊が作用するという解釈によりましても、そういうことができる他界の霊は我々の住んでいる念の世界を超えた世界に住んでいるから、そのようなことができるのであります。幽霊はね、この我々の住んでいる世界と違うでしょう、霊界ですから。だから壁をどんなに鍵かけてだってスーッと入ってくるでしょうが。壁をスーッと入ってくるでしょ。あれは壁なんてものあると思ってない世界だから、霊界だからね。そういう世界と違うから、この、だから、もしその幽霊っていうものが、谷口先生がよく言われますよ。さあ、もう一つ次元が違うんだから、そんな壁なんかスーッと通り越してくるんだよってこう言われるんですね。そういえばそうだなって、まだ僕は幽霊見たことないけどね。見た人の話によるとスーッと来るっちゅうね。この中で幽霊見た人あります？誰、どなたか。僕はもう本当にまあ運が悪いから 見ないのね。波長が合わないのね。犬年だから食いつかれるって言って来ないんだそうですよ。コックリさんでも犬年は来ないんだそうですね。食いつかれるって言って。コックリって言ったらね、キツネとタヌキでしょ。犬の敵ですからね、こう。まあ、そういうことで来ないんだって言ってね。僕では例の方はさっぱりダメらしい。それでね、その次ね、ここが大事ですよ。大体宗教というものは、さっき読んだところです。現実世界の人間が計画してこしらえたものではない。人類を救いたいという他界における高級霊が適当な媒介になる人間を探し出して、それに形状を与え、その人間と共同作業をして、押して人類を救おうとするものでありますから、その競争、在世の時代にはこれに類するいろいろの奇跡というものは、いうようなことが起こるのであります。これ皆さん、一つ、腰筋といてください。この大体宗教というものはっていうところね。
これはね、やっぱり谷口先生はいつもね、宗教ってのは人間が作ろうと思ってできるんじゃないよって言われるね。人間が作ろうと思ってね、宗教にっていうものを作ったら税金が入れないから一つ宗教を作ろうかなんてね、そんなんできるんじゃないって、そうおっしゃいますね。で、だからね、もしインチキ宗教だったら必ず潰れるって言うんですね、作っても。だからやっぱりね、霊界からの指導がなかったらそんなできるんじゃないといつも言われます。だから谷口先生は あれでしょ、この自分がいつもこう高級霊に導かれてるっていうことをね、おっしゃるわけでね、自分の力じゃないんだっていうことを。だから本当の教祖は霊界にあるっていうことを言われますね。私はそれの地上におけるただその出版係みたいなもんだって先生は言われますけどね、本当にそれには私たちも先生はご自分が偉いっていうようなことをちっともおっしゃらないですね。そしてこの我々が前にも申しましたけど、先生、私は先生に一番最初びっくりしたのは、どこおいでになっても朝真相観をされた後お経を観音の方を読んでらっしゃいますね。あれ、自分が書いた本で、いや、先生ご自分で書かれたんですからね、観音の方は。ご自分で書かれたものをご自分で読むっていうことはね、ちょっと普通だったらお前ら読めて俺はもう悟ったっていうことになるわけだけども、そうじゃないんですね。それでなぜ読むかっていうと、私もね、書かされたんだから、これを私が読むように読むのが当たり前なんだとこう言われるんですよ。私もね、自分は万年筆になっただけなんだと。観世音菩薩が私を万年筆として書かしたんだっておっしゃるんだからね。それで、だから私も読ませていただくんだって言ったらいいんでしょ。ところが弟子が読まない方があるね。先生ご自身がお読みになってね、弟子がなかなか読まないということになると、これまあどっちが先生やら分からないようになってしまう。まあそういうことは、まあそれは冗談ですけどね。観音の方だけは読んだ方がいいですね。もう観音の方とかお経は聖経は読んだ方がいいですね。あれは毎日お読みになったら、それだけ、一家のうち誰かもご主人が読めなかったら奥さんでもね、交代でもいいから読んでね、どなたかがご先祖に必ず供養されるといいと思います。僕なんかもずっと、まあ家内はもう必ず読んでくれますからね、時々僕はサボるけども、ね、もう本当にね、時々ね、サボりますけどね、家内がずっと読んでくれるから安心しとるお前は聖教係もうな、もうクソ真面目ですからね、まあ、クソ真面目言ったら悪いけどね、もう本当にね、読んでくれますよ、必ず読んでくれますよね。それでありがたいんです。だから僕はこう良くなっていくのこれは女房のおかげだって本当ね、なんか我々が自分が書かした時でも必ず読んでくれるんですね。そういうふうにこう、まあ二人で一緒に読めなかったらね、どちらか一人でもいいから読むっていうね、習慣をつけになるといいと思うんですよ。だから盛況を上げるっていうことは非常に素晴らしいことですね。それでそこにちょっと体験談みたいなこと書いてありますね。かつて比叡山で講習があるときに聞きましたが、豪州日野市の写真屋さんの野口さんといわれる成長の絵の信徒があった。その人は親子で自動車に引かれて、そうして起きてみたら怪我はしていなくて、ポケットに入れていた成長の絵草書を出してみたら、そのパンフレットが3つに引き裂かれておったという実際の話もあります。こんなこと考えられないですね。ポケットに入れとったものが破れて、それで自分は何でもなかったってね。よくありますね、こういうのは。昨日マネール・スミスっていう僕のうちでね、今度この間、昨日は第3回目の英語の集会やったのね。面白いね、英語のしゃべれんもんが英語の集会やってんだから実に愉快ですよ。みんなが一生懸命しゃべってるか、こっちは分かったような顔してな、ああってやってんで、ね、まあしかし僕はつくづく思ったね、こうなんかみんなが仲良くなっていきますね。みんなこういつも1ヶ月に1回か2回集まってコーヒーでも飲んでると仲良くなっていく。それだけで僕はいいんじゃないかと思うんですね。だからマネル・スミスっていう人がね、言ってました。学校の先生してる人がね、なんかものすごい硬い高級のボールだったと思うんですが、それがこう顔に当たったっていうんですね。もうここのちょうどまともに口のここに当たったっていうんですよ。それそしたら
いやーしまった歯が折れたって、もうこれは完全に折れると思ったって言うんですね。もう硬い棒がカーンと当たったんだから歯が折れて、他のもなんかで歯が折れて折れたと思って、もう口も唇もきっと裂けてると思ってね、やっとして、そしてまあびっくりしててして、こう見てみたら一つも裂けてなくてね、歯も一本も折れてないって言うんですよ。こんなことは考えられないと、本当に成長の一生懸命でやってる奇跡だって言ってね、喜んでましたね。で、その時にこう、なぜ私がその、こういう唇が裂けないっていう、にしてもあんな痛い目にあって、ひどい目にあってね、そしてあんなに唇に玉が当たったかっていうことを考えたって言うんですよ、一生懸命で。そしたらね、偉いね、僕は気取って感心した。少し喋りすぎるから黙ってるっていう証拠だ。口をもっと閉じなさいっていう証拠だっていうことに気がついたっていうね。それで私はね、それにね、いい悟りもそういうことをね、経験したと。本当にね、だからそういうね、ボールをぶつけられてね、痛い目にあって、まあその奇跡でよかったっていうだけじゃなくて、それをどうしてね、そんなことになったか、私が喋りすぎてるからね、少し喋るのを抑えなさいっていうことだと気がついたっていうこと、僕は素晴らしいって言ったんですよね。まあ何もワンダフルぐらいしか言えないけどもね、もう本当に素晴らしいって言ってね、本当に僕は素晴らしいと思って。そういうね、なんか問題があった時にそれを自己反省してね、自分の魂を伸ばすね、糧にしていくっていうことが素晴らしいとね。で、私が言ってあげたの。で、その時にね、あの MRA のね、あの教祖が言ってる、これは皆さんに一遍お話したかもしれませんが、神様はなぜ人間の顔にね、目を2つ耳を2つ作ったかって、で口を1つ作ったかって、面白いねこれ、そういうふうに書いてある。目を2つ耳を2つ、まあ鼻なのも2つだけど、これはまあ別にしてね、口があるでしょ。そうするとね、その耳が2つあって口が1つあるってことはね、人の言うことをね、喋るよりもね、2倍聞きなさいってことだって言うの。耳は2つあるんだからね、人の言うことをね、1回喋るよりも2回聞きなさいっていうことだからね。それと目でもね、人の悪いとこ見ないでね、見て喋るよりもいいとこに喋るんだから、目で見たものの半分喋ったらいいんだということでしょうね。本当ならこれね、僕はね、これ読んだ時ね、これ書いてあるの読んだ時ね、なるほどなと思ったの。俺も喋りすぎる方だからなってまあ弾はぶつからなかったけどね、これを読んだ時にね、はあ俺もね、少しこれは喋るの控えろっていうことだなと、こういうことを教えてくれた。うちの父が僕によく言ってた、お前ちょっと喋りすぎる方だから、人に前で喋る時にはいっぺんこう唾を飲めって、喋ろうと思ったらと飲んでから喋れて、じゃあそれだけ時間が少なくなるかなんてね、言われたことありますけど、あのね、あんないい人がどうして救われないかっていう人はね、自分の意見ばっかり言って人の言うこと聞かない人ですよ。必ずそうですね。だからこうね、人の意見をよく聞く人っていうのはね、必ず好かれるですね、これ。それからね、人の意見を聞いてね、それやたらにラウドスピーカーみたいに人に喋る人はやっぱ嫌われますよ。これ人の悪いこと聞くでしょ、それはあの人がああいうこと言っとったらすっぱい言うでしょ、聞いたことの倍ぐらい言うとね、これはまた口が4つあるぐらいになったらこれはいけない、それで嫌われるね。だからそのこれやっぱりね、人の悪いようなことを言わない人っていうのはね、誰かこの間一人面白い人がいましたね。うちはお客さんがよく集まるんだって、なんかお店やってる人、女の人でした。名前ちょっと忘れたけどね、とってもうちはよくお客さん集まる。お客さん集まってるとね、なんだかんだお話してるうちにお茶なんか飲んでいくんですよと。そしてお店してるんだけど、お茶なんか飲んでいくんですよと。そして人が集まるから結局まあいつの間にか品物が売れるんですって言って喜んだよね。やっぱり人が来る店でないとお客さんが来ないとは売れないわけですからね。そうするとどうしてそんなのって言ったら、私おしゃべりみたいに見えるけど案外言わないんですよって言うね。私のところ来たらみんながいろんなこと言って帰るんだって言うんです。私スポンジみたいなんだって言うね。水ね、人の言うことをずっと吸うだけで、私は人のことをね、どんなこと聞いても言わない、あんたに言っても安心だからって何みんな言っていくっちゃうね。あんたに言うとね、すぐ人に言われると思う人はもう言いたくなくなるんですよ。その人に言ってもね、今度は人に言わないで黙ってね、こういう人の噂をしない人のところには平気で人は何でも言ってくれるようになる。
これはやっぱり、コツですね。非常に大事なことだと思います。で、我々は悪意なくて、悪い意味じゃなくて、すぐこう人の噂を聞いたらすぐ途端に言うとか、暇ができるとおしゃべりしてね、こういらんこと言ってしまうっていうと、結局ね、いい人が嫌われるのはそういうところになりますね。だから私たちはこのさっきの、まあ、マネーさんから話が飛んだんだけども、あの人がそういうことを言った時、私非常にこうね、素晴らしいなと思ってね。だからもう一生懸命でやっぱり成長の読んでますからね、そういうことをやっぱり反省するようになったんですね。どんなことが起こってもそれを自分の反省として見ていくような人間になってきたら、これは素晴らしいことなんです。だからアメリカ人でもここ1年間も新総会に通った人ですからね、素晴らしいなと思って、思いました。そういう人がぼつぼつできてきたんで嬉しいですね。いろんな人が面白い体験をしてくれますよ。半分ぐらいは分かるけどね。初めはね、まあだから僕は英語分からないからゆっくり喋ってくれって言って、みんなゆっくり喋ってんだけども、しまいに高音するとパーってなるもんだから、もう全然分からなくなっちゃうね。あれ、初めの通りゆっくりやってくれていいんだけどね。で、また僕が分かったような顔してるのはいかんかもしれない。こっちから気をつけて、分からんときは分からんって言うたろうかと思ってね、思うとんですけどね。しかし面白いもんだね。言葉は分かんないんだけど、アメリカ人集めてやってるとね、なんか面白いものありますよ。そのうち何かできるでしょう。はい、その次行きましょう。これらも重力の法則で行くならば、自動車に轢かれて怪我をするというのは、普通の圧力の関係からは当たり前のことだけれども、それに怪我しないというのは、重力の法則の念を超越した世界に住んでいる霊が干渉して、そのような書類が、そのパンフレットを縁として守護している。だからね、真理の本を持ってるとね、真理の方に波長のある霊が来て助けてくれるということですね。で、甘露の方のような真理の言葉を書いたものを常に持っていると、それが、真理の波長とあって我々を守護してくれるということになりますからね。甘露の方なんかは常に持って歩くといい。そういう場合には、それを持っている人に、護符的、お守りのような効果が現れるということになるのであります。こんな例もありました。これは例ばっかりですけどね。京都にヒイラギ屋という有名な宿屋がある。その宿屋が、八瀬の川のほとり、崖下のところに、影茶屋みたいな風通しの良い夕涼みに適するような店を出していました。そこは涼しいし広いから、そこで8月には私が行って試遊会を開くということに、2月も前から決まっていたのであります。これはもうずっと前の頃ですね。先生がまだ神戸にいらっしゃる時。ところがその頃、有名な関西の大風水害が起こったのです。その掛け茶屋の対岸にある数軒の料亭はすっかり流れてしまって、それから崖がちょうど掛け茶屋の方へ来ていて、水が流れるとその掛け茶屋も流されざるを得ないような水路になっている。その崖の上に吊り橋がある。その掛け茶屋はその吊り橋から一軒ぐらいしか隔たっていない。吊り橋は掛け茶屋の上手に一軒も高いところにある。その吊り橋が出水のために流れてしまっているのに、そのヒイラギ屋の掛け茶屋は、が何ともなくて、我々成長の絵私有会が、私有会を開くのに何ら差し支えがないのは、全く信徳によると言って、信徒たちが感激したのでありました。全くその私有会を開くはずの料亭の前で、川の瀬が方向転換をやっているのであります。高いところに包みがあるのに、水流が、包みを壊して、包みの上にある料亭を押し流して、低いところにある川淵のヒイラギ屋の掛け茶屋を流されないでおったのであります。これなども高きから低きに流れる普通の水流の法則を超えているということができるのであります。これはね、あの前に お伊勢様がね、ものすごいこう、風で嵐で、随分被害を被ったことがあるんですね。あの時に大きな、もう何千年以上も経ったような杉がボンボン倒れたんですね。で、私たち成長の絵の信徒は、こういう時にお医者様の方針に行こうって、医者の方針隊っていうのを作ってね、私らも何回も行きました。その時に行って、行ったら、あそこの神主さんのじゃない、主語
まあ、警戒をしてるね、護衛をしてる人がいましてね、その人が聖長の家の人が最初に行った時にこう我々があんまりこう熱心にね、伊勢神宮の前でこの砂利の前で神相観したりしてるもんだから寄ってきてね、あんた方なら分かってくれるかもしれないけどって話した話はね、お医者様 の不思議なんですね、この杉がありましてね、お医者様のこう本具があるんですよ、その近所に杉の大きな木があるんです。ところがこの中の杉は一本も倒れてないんです。この横が倒れてるんですね。それで風がビューッと吹いてきた時に私はちょうどここにいたって言うんです。そしたら風がね、お医者様の声来るとね、両方に分かれていったって言うんです。こっからこの話は誰にしても分かってもらえないって言うんです。実際しかしここがこのお医者様の お社のあるここだけはこう木が倒れてないんですが、現実に倒れてない。ちょっと横行くともう倒れてるんですからね。ほいでこう風がこう来て、もう日本のね、ご皇室のね、守護のね、お社なんだからね、これ当たり前のことかもしれませんけどね、本当にこうそこのね、風が分かれてね、行くのを私が見ましたって言うんですよ。ですしね、私がね、なんか話してもね、そんなことはって言ってね、相手にしてくれないけどって言って、いや、それは成長の人は喜んでね、本当だって言ってみんなにね、あれしてね、新聞にも出たことあると思うんです、これね。実際に、新聞に一遍出たって誰もこんなこと、そんなバカな言葉って言うんですよ。しかし、もう、日本のご皇室のもう何千年っていうね、お祭りしてあるご先祖様をお祭りしてある伊勢の大神宮ですから、そこにはもう日本国の守護霊がたくさんいるわけですよ。だからそういうことは当たり前のことだよね、きっと不思議じゃないと。僕たちみたいに、谷口先生からそういうことを習ってるものはこれ当たり前だってね、その方とよく話し合ったことある。僕らのところにまた来て話してくれました。僕も 2,3 遍聞きましたけどね、本当にね、こう風がここへ来たら、こう、不思議に、シーッと両側に分かれて逃げていったっていうんですね。ですから、やっぱり、そういうふうに、霊っていうものは、我々の目に見えないからないっていうんじゃなくて、やっぱり霊界っていうものがあるんでね、その霊界の守りがあるっていうことは素晴らしいことなんですよ。それを信じなかったらね、分からないことが世の中にたくさんあるんです。それを信じたら分かることがたくさんあるね。だから、運のいい人っていうのは、先祖の高級霊が守護してる。金儲かるか、いや、儲かるか儲からんかなっていうこと、商売なんかでも、ふっと金貸した人に騙されることもあるしね。ふっと金貸した人が、うんと成功して、余計返してくれる人もあるし、どちらに貸すかなんてことをふっと考えるその瞬間っていうものは、わからないわけですよ。だからね、そういうようなことでもね、自分の力だけで、こうなんか、うまくいってるように思ったら大きな間違いで、やっぱりね、霊界からの守護があるわけですね。幸せになってる人ってのはね、高級、自分の先祖が守ってくださってるんだということをね、知ってないとね、いけないと思う。私なんかでも谷口先生から言われましたよ。君の先祖はよっぽど素晴らしいんだねって言ってね。ちっとも僕は素晴らしいんじゃないんだね。もう本当にね、君はね、先祖に守られてるよって言われたことがあるんです。そうしか考えられないことが何遍もあるんですね。何回も起こってきてるんです。ですから、そういうことをね、全然知らないで、俺の力でね、ここまでのし上がったんだと思ってたんですけどね、僕なんかも。大きな間違いだったっていうことはね、気がつかせていただいたわけです。で、こういう例のところなんかもよく我々がね、知って、こういうのは非常に参考になりますからね、知っておかれたらいいと思います。